スカンディナビア通貨同盟は、スウェーデンとデンマークが1873年5月5日に締結した通貨同盟。両国の通貨を金に固定した。スウェーデンとの同訓連合を形成したノルウェーは、それから2年後に通貨同盟に参加した。2.48クローネ、金1グラム、あるいは金0.2403グラム、クローネで固定された。 三国の通貨単位は1クローネイコール1、2デンマークイコール1、4ノルウェイイコール1スウェーエデンリックスダラート、等化とされた。スカンディナビア通貨同盟は、反スカンディナビア主義で数少ない成功例の一つで、ある。スカンディナビア通貨同盟により為替レートは固定された、ことから、参加三国は、それぞれ別々の通貨を発行していた。 通貨同盟発足時に予見されていなかったことだが、事実上の法定通貨と同等のものとして、三国の通貨が別々に発行する状況となった。この通貨同盟により、スウェーデンは通貨の名称をスウェーデンリクスバラーからスウェーデンクローナに変更した。クローネ内しクローナの語源は冠に由来し、綴りの相違は北ゲルマン語群におけるズレに過ぎない。 1905年に、ノルウェーがスウェーデンとの同訓連合を解消し、独立しても、通貨同盟は存続し続けた。1914年に第一次世界大戦が勃発すると、通貨同盟は終わりを告げた。スウェーデンは1914年8月2日に、近本位制から離脱し、変動相場制に移行した。通貨同盟締結期間中、スウェーデン、デンマーク、ノルウェーの三国は、 同じ通貨を利用していたが、通貨同盟を解消すると、各通貨相互の連動がなくなった。1918年にアイスランドがデンマークから同訓連合として独立すると、アイスランドクローナはデンマーククローネから派生してできた通貨であった。なお、アイスランドは1944年にデンマークから共和国として独立した。ありがとうございます。